煙が出るなどのトラブルで運航を停止していた全日空のボーイング787型機が4ヶ月半ぶりに運航を再開しました。乗客乗員227人を乗せて新千歳空港を離陸したボーイング787型機は26日午後6時半ごろに羽田空港に到着しました。検査とかチェックはしてるっていうことは、知っていたので、そういった意味ではそんなに心配はしてませんでした。満席な時に就航して飛ばせていただいたのでありがたいなと。787型機は1月にバッテリーから煙が出るなどのトラブルがあり運航を取りやめていました。日米の航空当局は改善策で安全性が確保されたとして営業運航の再開を認めました。